プラス A をご覧の皆様、朗読劇、私立探偵、浜マイク、我が人生最悪の時に出演いたします、志村レオです。一言で言うと、よっしゃ！タバコのパイプあるじゃないですか。ホームズみたいな、あれです。あ、そうですね、舞台裏で瞑想をします。犬っぽいって言われますね、かなり。あ、でも犬僕大好きなんで犬っぽいって言われるのは嬉しいですね。嬉しいかな何をしたいですか。そうですね、じゃあおしゃれをしたいです。頑張ってる時ですかね。やっぱ人が好きなこと頑張ってる時が一番輝いてると思うのでそうですね、舞台に立ってる時です。あ、僕紅茶が好きで、その紅茶が僕の人生にとってのプラスアルファですね。こんな時期ですけども、ぜひ皆さんこの作品を見て楽しんでいったら、楽しんでいっていただけたらいいなと思います。な。